前回ですね、水玉模様をステージに描いたんですけど、今回はしましま模様をこのステージに作り上げていこうかなって思ってます。こんな感じで線を引いていきたいと思います。最初だけちょっと難しいんだけど、だいたいマサバ海峡でまっすぐだから、だいたいなんとか、その最初の方だけ終わればなんとかなると思います。いいんじゃない？あ、うまいうまいうまい。うまいうまい。ちょっとカメラで見てみますよ。あ、いいじゃんいいじゃん。ほら、しましま模様になってる。これを全体を通して続けてやっていったらどうなるかっていう、ステージがどうなるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、ちょっとペアを作りたいんだけど、好きな子のペアに行って、みんなで。二人。あ、いいね。これどうよ。これどうでも本番3分間でやらなきゃいけないから大変だね、これ。あ、いいじゃん。うまいんじゃないこれは。うまいけど、やっぱペースがちょっと遅いかもしれないよ。ペースが。今散歩モードだから、時間は無限とありますが、本番3分間ですからね、3分間。どうだ、やってるかい、ちゃんとやってるかい。あ、やべ、これ打たなきゃダメ。あ、打っちゃった。ごめん。はい、よろしくお願いします。それでは本番のマサバ海峡大橋を使って、しましま模様を作っていきたいと思います。で、相手チームが来てくれるので、先に俺は線を引いておきましょう。こんな感じで、ここが青と黄色ですね。青と黄色の色だ。はい、先に塗っといて、青のインクを先にね、こう垂らしとけばやりやすいんじゃないかなと思います。で、ここもねしっかりやって、バシャバシャと。 OKOK。 で、これ忘れちゃいけないのが、相手チームがこう来るから、ちゃんと、上げてあげる、これ。こうやって上げてあげないと、相手が来れません。OKOK。俺のペアちゃんと来たよ、俺のペア。よし。いいよ。で、先にもう線を引いといてあげる。広い時はね、2回線を二重で引きに行かなきゃいけないのが大変だ。で、あと3分間でやるのもすごい大変だね、これ。ほい。まあ、いい感じなんじゃないでしょうか。これはいい感じなんじゃないか。塗って、OKOK。塗って、で、間にオレンジを打ってくれると思うので、はい。さあ、3分間。長いけど、ちゃんとできてるよ。で、後で調整しよう。一回大まかに塗ろう。一回大まかに塗って、後でしっかり調整する。OKOK。あと一本、短いぞ。オレンジチームやばいかもね。間に合わないかも、ここ。頑張れ、オレンジ頑張れ。誰か、助っ人も欲しい。助っ人も来てくれ。こっちとあっちに。助っ人、オレンジの助っ人が必要かもしれない。OKOK、なんとか終わってる。なんとか終わって、ナイス。ナイス。こっちなんとか終わってる。どう？こっち終わったよ。すごいこれは。でもなんか一つだけ青いとこある。